刀剣乱舞無双。ああ、分かったぜ。西暦2205年、歴史の改変をもくろむ歴史修正主義者によって過去への攻撃が始まった。時の政府はそれを阻止するため、さにわなるものを歴史の守りとした。さにわの物の心を霊気する技により、刀剣は人の形を得て顕現する。その名も刀剣男子。彼らは時を遡り、時間素行軍を率いて歴史改変をもくろむ歴史修正主義者を討つべく戦いを繰り広げる。ご水か、三日月殿。夢でも見ていたかのような顔ですね。お疲れなのだろう。少し休んでは。心配されてしまったか。時間速攻。なぜ。直ちに戦闘態勢に入ってください。強化開始します。村正トンボ切り。今は始めよう。さて、給料分は働こう。五軒が一つ、三日月宗近。行くぞ。どうやら時間素行軍は本丸へ向かっているようだ。追いかけましょう。三日月殿、村正。ふふふ、本丸のため一肌脱ぎましょうか。時間素行軍よ、
先へ行かせはせん。さあ切りますよ。ジジイと言っても今は止まらんよ。はい、はい、やっ、はっ。時間阻行軍の消滅を確認ですが、まだ近くに敵の気配があるようです。敷地内を回ってみますか。その必要はありません。先導します。ついてきてください。案内とはありがたい。時間阻行軍の部隊を複数発見、撃破してください。言われるまでもありません。まるで時間阻行軍とまみえようとは。はい、はい、だが誰もかけさせはせん。熱くなっていますね、トンボキ。私も続きましょう。終わったな。あっさりと倒せてしまいましたね。連動の低い時間阻行軍だったのでしょうか。いや、変化したのは我らの方だな。いつもより妙に体の動きが良い。先ほど強化がどうのと言っていた。もしやあれのせいか。お疲れ様でした。今後のため暫定的ではありますが、私紺之助が部隊編成を決めます。第一部隊はサニワが定めていた通り、ここにいる皆様、そして隊長は三日月宗近といたしましょう。うん。待ってくれ紺之助殿。まずこの状況を確かめることから始めたいのだが。政府は私たちの事情を知った上であなたをここに派遣したのでしょうか。事情？この本丸のサニワが長らく戻ってきていないことですか。それを隠し漂流していたことですか。そのどちらもだ。どうやら隠していたつもりなのは俺たちだけか。なんと。ではずっと黙認されていたと。しかしそれならなぜ今になって我らの前に。時間阻行軍の襲撃に合わせたかのようにお出ましとはまさかと思いますが。他の刀剣男子はまだ応戦中のはず。私はそちらに回ります。逃げられましたか。聞きたいことがたくさんあったのですがね。さてこの事態、本丸にとって好機となるか、それとも。河川金貞、いちご一振り、ナマズを東四郎、ヒューガ正宗、ここにいる皆様を第二部隊に編成します。なんだろう、一体。突然すぎますな。どういうことでしょう。俺たちの手に何入れたんです。取ってくれませんか。さあすぐに戦闘開始です。隊長は河川金貞、
第二部隊の力を見せてください。取り付く島もなしか。雅さのかけらも見当たらないな。だけれど迅速に型をつけさせてもらうよ。二度とこの本丸を壊されるわけにはいかないんでね。ええ、今残る15振り全員の思いは一つでしょう。必ず本丸を守りきる。もう誰も失わせない。今度こそうまくやろう。強越至極。素行軍は複数の部隊を出してきたか。ちょっと大変な戦いになりそうだね。心配はありません。そのために皆様に強化を施しました。なるほど、さっきのは強化だったと。ではまとめて片付けてしまおうか。素行軍、僕らの本丸は壊させないよ。ああ、おとなしく首を差し出してもらおう。感じかな。新しい力の使い方にも慣れてきたよ。また新手か。皆は無事だろうか。早く倒して合流しよう一人。よし、突撃だ。政府にはとうに見放されたものと思っている。そこ、仕事を終えた後の朝も風流なものだね。全て倒せたね。みんな無事でよかったよ。しかし時間素行軍の襲撃と同時に紺之助が現れるとは。それよりも今は他の仲間が心配だな。探しに行きましょう。ああ、これで終わりだとは到底思えないからね。
タナ、時間素行軍。全て切る。この怒りをぶつけなければ気が済まない。その思い、俺こそが抱えるべきものだ。俺が全てなぎ払う。気持ちはわかるが、熱くなりすぎるなよ。本丸の防衛が優先だ。その通りです。敵は多数、冷静に対処。紺之助、お前どこから。失礼ながら皆様に強化を施しました。どうぞお確かめください。あ、ここにいる皆様を第三部隊に編成します。隊長はヘシキリ長谷部。さあ力を発揮してください。面白い。血がたぎるな。みやびなことはわからんが、戦場じゃ頼りにしてくれ。さて始めるか。うん、奴は他の時間素行軍よりも幾分か手強そうだ。だからなんだ、常に視界に入れ警戒すればいいだけだ。あんまり熱くなるなよ。時には引いて気を伺うのも大事だぜ。よっ。よっ。取った。体は温まっている。行くぞ。本丸にあだなす敵は切る。ああ、開始だ。新手が来たようだ。敵が何であれ切るだけだ。奴らも片付けるぞ。俺たちの本丸を襲ったことを後悔させてよ。覚悟して、この本丸は壊させぬ。ここは許せねえ。仕負けてどうする。もらったぜ。貫かせてもらったぜ。なんてるかよ。次だ次。まあこんなもんか。時間素行軍の消滅を確認した。戦闘終了だ。いやまだだ。本丸の他の場所にも奴らが来ているはず。だから熱くなるなって。そっちはきっと他のみんなが何とかするさ。ここにいる皆様を第4部隊に編成します。隊長は鶴丸国長に命じます。おっと、こりゃ驚きだ。紺之助じゃないか。すっかり時間素行軍に囲まれてるみたいだね。どうやってここの本丸の場所を探し当てたのかな。
今重要なのはそこではありません。時間素行軍と戦い殲滅してください。何なんだこの手は。クソ、強化文様です。皆様の適応力を見せてください。そろそろ試したいこともありますし。何を言っている、ふざける。まあまあカラちゃん、気持ちはわかるけどね。敵が近い、ここはやるしかなさそうかな。任せておけ、驚きの結果をもたらそう。新しい驚きを期待したいよな。さあ、大舞台の始まりだぜ。それじゃあ、驚いてもらおうか。こりゃまた団体さんのお出ましだな。久しぶりの戦闘だ。鶴さん、カラちゃん、油断せずに行こう。俺一人でも十分だ。よっ、驚くほど体が軽いな。頑張れば飛べるんじゃないか。やった。また時間素行軍が現れて、一緒に行けるかい。引かれるまでだ。もたもたしていたら置いていくぞ。襲撃くらいじゃ驚かないさ。ただな、コンノスケに来たとな。数ばかりそろそろと。とはいえ、ちょっとこの数はまずいね。妖精を承認、必殺技を解放します。力を解き放ち、敵集団を撃破してください。お、新しい力かい？そいつはいい驚きがありそうだ。さて、ちょっと遊ぶか。負けるわけにはいかないよな。驚きも何もないからね。まさに鶴のごとし、華麗な戦いだな。さて、次はどんな驚きが待っているかな。必殺技の発動を確認。問題はないようですね。おい、一体なんだ今のは。どうやら僕らに施されたのは単なる強化じゃなかったみたいだね。こんな力が必要な事態ってことか。どうやら退屈しないで済みそうだ。変則的ですが、2名を第5部隊に編成します。すぐに交戦に移ってください。おい、なんだこれは。へえ、笑えるね。この不自然な状況、うまく仕組まれているようじゃないか。隊長は山場切国広に任じます。さあ、戦闘を開始してください。まして偽物くんが隊長とは、馬鹿げた話だ。まあいい、今は戦おうか。どうせ政府も金之助を通じて知るはずだ。ご期待には応えなければね。行くしかないか。
分かった。期待はするな。俺は俺の戦いをするだけだ。それにしてもまたお前が隊長とはね。とにかく時間素行軍を倒して本丸に戻るぞ。俺が隊長で不満なんだろう。分かってる。まあその頼りない言動では、ね、ここで実力を示して役を変えてもらおうかな。敵を倒す速さでも競うぞ。くだらないな。この辺りの時間素行軍は倒せたか。本丸が心配だ。早く戻らなければ。やれやれ、すんなりと返してもらえないよ。それではキリがない。手伝ってやってもいいが、隊長の見せ場まで奪ってしまう。そんなことは気にしている場合じゃない。援護を頼む。だけで戦っているよ。力が発揮できている気がする。安心している場合か。早く敵を片付けるぞ。ヤクビだ。散策中にお前と出くわしたついていないと思っていたけれど、ね、文句を言うなら早く終わらせればいい。俺もそうしよう。ソラ、任務が終わったぞ。ひとまず時間素行軍は撃退できたようだな。協力感謝する。仕事はこなす、それだけのことだ。早く港合流するぞ。三日月、皆さん無事で何よりです。見事な成果、想像以上でしたね。改めまして、私は紺之助。この度配属になりました。時の政府はこの本丸をずっと観察してきました。各部隊の対応および戦闘結果を確認。その上で皆様を教習調査の出陣対象に認めます。教習調査、まずは実戦にて判断します。第5部隊ヤマンバギリ国広、ヤマンバギリ町議出陣を。なんだと。へえ、話を聞く価値はあるか。問題ない。報告を待ってくれるかな。